どうしたのかしら。もしかして、疲れちゃった。あ、足切れてるじゃない。なあなあ霊夢、今日はどんな話をしてくれるんだ？あら、マリサ。今日は2023年にスカーフェルパイクで発生した遭難事故の話をするわよ。スカーフェルパイク？それってどこにある山なんだ？私も今回の事故を調べるまで名前を知らなかったのだけど、スカーフェルパイクはイングランドの北西部、カンブリア郡にある山で、標高は978メートル、イングランド最高峰の山みたいね。標高978メートルで最高峰なのか。イングランドって、あまり高い山がないんだな。イングランドはイギリスのグレートブリテン島にあって、スコットランドとウェールズもグレートブリテン島にあるのだけど、スコットランドの最高峰で標高1344メートルのベン・ネビス山と、ウェールズの最高峰で標高1085メートルのスノードン山。そしてイングランド最高峰のスカーフェルパイクの山座をまとめて、英国スリーピークスと呼ばれることがあるそうよ。日本語で言えば、英国三大鉱山みたいな感じなのかな。そして、この山座を連続して登るナショナルスリーピークスチャレンジというものがあるそうよ。どの山も標高1000メートルほどとそこまで高い山ではないけど、続けて山座登るとなるとかなりきつそうなチャレンジだな。そのチャレンジのルールはどんな感じなんだ？どうやら、公式には規則や時間制限はないそうなんだけど、英語版ウィキペディアを参照したところ、最初に登る山のふもとをスタートとし、最後に登る山のふもとをゴールとすることが多い。山から山への車での移動を含めて、合計24時間以内でゴールを目指す。という風に書かれていたわ。移動も含めて24時間。なかなかハードだなぁ。総距離ってどれくらいなんだろうか。どうやら、歩行距離は 42km ほどにもなるらしいわよ。ほぼフルマラソンの距離じゃないか。車で移動している時間は多少休憩になるとしても、しんどいなぁ。それだけ難しそうなチャレンジとなると、実行する人は少ないんじゃないか？そう思うわよね。でも、チャレンジが行われる3つの山の管理を担当する組織と慈善団体で構成されるスリーピークスパートナーシップによれば、毎年3から4万人がチャレンジしているそうよ。え、大変そうなのにそんなに大勢の人が参加しているのか？どうやら、チャレンジャー全員が24時間で挑戦しているわけではなく、数日に分けて挑戦する人も多いようね。というよりも、スリーピークスパートナーシップが作成しているガイドラインでは、3日間かけて挑戦することを真剣に検討するようにと書かれていたので、むしろ、数日に分けて挑戦する人の方が多いかもしれないわね。1日で散々回ろうとすると、いろいろトラブルが起きそうだもんな。事実、スカーフェルパイクの駐車場がキャンプ場や近隣住民の近くにあることから、夜の騒音が問題となったり、チャレンジで出るゴミなども問題となっているらしいわ。また、参加したり、登山口の駐車場を利用する際に寄付金を集めているそうなんだけど、一説によると、参加による募金よりも、参加者の後片付けの方が費用がかかるとも言われているみたいね。それだとこのチャレンジは継続できなくなっちゃうよな。もちろん、ほとんどの挑戦者は正しくルールを守っているのだろうけど、一部の挑戦者のせいで問題が起きてしまうのは悲しいわよね。それと、スカーフェルパイクがある、イングランドの北西部カンブリア郡は湖水地方と呼ばれていて、渓谷沿いに大小無数の湖が点在する風光明媚な様子から、イングランドで最も美しい風景と言われることもあるみたいよ。また、美しさだけでなく、古くから放牧や農業を行っている文化的な面も要していることから、2017年に世界文化遺産として登録されたそうよ。イングランドで最も美しい風景と言われる世界文化遺産か。日本から行くのは大変だろうけど、いつか行ってみたいな。ちなみに、湖水地方はあのピーターラビットの舞台となっている場所でもあるみたいよ。そうなのか。ますます興味が湧いてきたな。さて、そろそろ今日の本題である事故の話を始めていくことにするわね。ああ、よろしく頼む。スカーフェルパイクで起きた遭難事故はどんなものだったんだ？2023年5月。女性登山者のパチュリー。彼女は5月13日に、スカーフェルパイクを登ることにしていたみたい。ふむ。彼女は単独で登山する予定だったのか？一人ではないとも言えるし、一人だったとも言えるのよね。え？どういうことだ？彼女は、愛犬のロッキーと一緒にスカーフェルパイクを登るつもりだったのよ。ああ、犬と一緒だから一人ではないけど、人間はパチュリー一人だけだったってことか。ところで、霊夢が過去に解説してくれた事故の中に、犬と一緒に山に入ったケースってあったっけ？ええ、一件だけ解説したことがあったわ。その事故では犬が大活躍だったのよね。ふむ、そうだったな。
今回はどうなるやら。パチュリーの愛犬であるロッキーは秋田犬で、体重は 33kg。一般的に、体重 10kg 未満を小型犬、10から 25kg 未満を中型犬、25kg 以上を大型犬と分類するそうだから。ロッキーは大型犬ということになるわね。大型犬と登山。日本ではあまり聞いたことがないけれど、イングランドでは一般的なのかな？スカーフェルパイクは標高が低く、ルートを選べば登山道も緩やかなので犬と一緒に登る人が結構いるみたいよ。へえ、そうなんだ。危険な箇所がないなら飼い主も犬も互いに楽しめそうでいいよな。次に、スカーフェルパイクの登山ルートについて説明するわね。スカーフェルパイクには多くの登山ルートが存在していて、西側のワズデールから登るルート、北側のボローデールから登るルート、東側のラングデールから登るルートがあるのだけど、その中でも人気なルートは、西側のワズデールにあって、最も距離が短く道も登りやすいと言われているホローストーンズルートと、ホローストーンズルートから途中で分岐して山頂へ向かうミクルドールルートなの。ホローストーンズルートについて、より詳細に見ていくと。まず、スカーフェルパイク西側のワズデール駐車場に車を止めて、登山道へ向かう。1km ほど登山道を進んでいくと、ルートが沢と交差するリバークロッシングに到着。さらに登っていくと、ホローストーンズルートとミクルドールロードの分岐地点である、ホローストーンズジャンクションに到着。ここから左へ進むとホローストーンズルート、右へ進めばミクルドールルートとなっているわ。ホローストーンズルートを進めば、暗部のリングメルコルがあり、そこを通過してガレバを登っていけばスカーフェルパイクに到着。このようなルートとなっているわ。ふむ。今説明してくれたルートの距離とコースタイムはどれくらいなんだ？距離は往復で約 8km、コースタイムは往復で4から6時間となっているみたいね。距離は短くはないけど、タイム的には普通に日帰りできそうなルートなんだな。後半に岩場はあるけれど、傾斜がそこまできつくなくて道もわかりやすいのでハイキングに適したルートみたいよ。ただし、分岐して進むミクルドールルートに関しては、足場が悪くて急な岩場を進むことになるそうだから、中上級者向けのルートとなっているみたいね。ミクルドールルートは難度高めなのか、間違って進まないよう注意が必要だな。で、パチュリーとロッキーはどのルートで登るつもりだったんだ？やっぱり、最もポピュラーなホローストーンズルート？実は、どのルートで登ったかについては詳細不明なのよね。でも、下山時にパチュリーは東側のラングデールへ下るルートを使用することになっていたみたいだから、おそらく上りも東側のルートを使用して、ピストンする予定だったんでしょうね。犬と一緒に来ていたとなるとバスとかは使いづらいだろうし、自家用車で来ていたと考えれば、車へ戻ってこなきゃいけないから、霊夢の言う通り東側のルートを往復するつもりだったんだろうな。この東側のルートについてはあまり情報が見つけられなかったのだけど、地図で見た感じだと、距離がホローストーンズルートの 1.5 倍くらいありそうなのよね。ふむ。とすると、ホローストーンズルートの所要時間を基準とすれば、6から9時間くらいかかる可能性がありそうだな。さて、ここからは登山当日に何が起きたのかを見ていきましょうか。今回の登山は犬と一緒。これまで霊夢が解説してくれた事故でほとんどなかったパターンだ。犬と一緒にいることが吉と出るか、凶と出るか。5月13日。スカーフェルパイクに登山へ来たパチュリーと愛犬ロッキー。登りでは大きな問題はなかったようで、パチュリーたちは登頂。その後、下山を開始してしばらく進んでいくと。あれ？どうしたのかしら？ロッキーがその場に座り込み、動かなくなってしまったそうよ。あや、どうしたんだろう。もしかして、疲れちゃった。あ、足切れてるじゃない。どうやら疲れていただけでなく、登山道の岩場を歩いていた際に岩で足を切ってしまったようなの。ロッキーは疲労と怪我で動けなくなってしまったわけか。ロッキーが動かなくなってしまったのは、東側ルートと北側ルートが合流するエスクハウスと呼ばれる場所の付近。先ほども説明した通り、ロッキーは大型犬で体重は 33kg。パチュリーが抱えて下山することは困難だった上、この時の時刻はすでに18時半近かったそうよ。18時半。もうかなり遅い時刻じゃないか。すでにあたりはかなり暗いんじゃないか。日本の感覚で言えばそうなんだけど、イングランドではそうでもないみたい。調べてみたところ、イングランドの2023年5月1日の日没時刻は20時半頃で、6月1日の日没時刻は21時15分頃とのことよ。ってことは、5月13日なら日没はだいたい21時頃だったということか。
そういえば、緯度の高い地域は夏季の日照時間が長くなるんだったな。すっかり忘れてたぞ。でも、日没まであと3時間はないってことだよな。今はまだ明るかったとしても、結構まずい状況だよな。そこで、自分一人ではどうしようもできないと判断したパチュリーは警察に連絡。犬が歩き疲れて、下山できなくなってしまいました。そして、救助隊がロッキーを助けに来てくれることになったそうよ。今回の遭難、救助されるのは人ではなく犬だったわけか。救助要請を受けた警察は、スカーフェルパイプを管轄するワズデール山岳救助隊に救助を要請したんだけど、ロッキーたちはラングデールに向かうコースにいたため、ラングデールの山岳救助隊に救助を依頼することになったみたい。でも、この日ラングデールの山岳救助隊はすでに複数の救助要請に対応していたため、最終的に、スカーフェルパイプの北にあるケフィックの山岳救助隊から13人が出動することになったそうよ。ロッキー以外にも複数の救助要請があったのか。大変だな。その後、ケフィックの救助隊は北側の登山ルートから入山。セスウェイトファームとグレインズギルを通過して、現場へ向かっていったそうよ。でも、だんだんと辺りが暗くなってきて、気温も下がってきたことから、パチュリーに、グレインズギルへ向かって少しずつ下山するよう指示したみたいね。それから、救助隊がグレインズギルを登っていくと。パチュリーさんとロッキーですか？はい。救助隊とパチュリーたちは合流することができたのよ。ひとまず合流できてよかったな。さあ、あとは下山するだけだ。ロッキーは要救助者用の袋に入れられ、さらに担架に乗せられて運ばれていったのだけど、担架の上でおとなしくしていて、その様子を見て救助隊員も和やかな雰囲気だったみたいね。決して良い出来事ではないんだろうけど、ロッキーのそんな姿を見ると犬好きの私としてはなんだか許せちゃうな。その後、パチュリーとロッキーは無事に山の麓まで送り届けられたみたいね。ちなみに、今回の救助活動に要した時間は約4時間20分だったそうよ。出動して、山に登って、ロッキーを担架に乗せて下山してたらそれくらいはかかるよな。本当にお疲れ様だ。でも救助の後、救助隊員はこんなコメントをしていたそうよ。体重 33kg と非常に大きな犬でしたが、比較的軽い負傷者を運ぶことができたのは嬉しかったですよ。33kg って言うと重いと思ってしまうけど、普段の救助対象であるで人間に比べればずっと軽いもんな。救助に行くことになったのに嬉しかったと言ってくれるなんて、とっても優しい人たちよね。そして、この事故に対してはいろいろなコメントがあったみたいで。犬が無事でよかった。山岳救助隊は素晴らしいヒーローたちだ。という、ロッキーの無事を安堵したり、救助隊を称える声もあれば。犬を救助するために13人というのはおかしい。救助する際に人間が危険にさらされていたらどうするのだろう。険しい道を長距離歩くときには、犬の足を保護する靴を履かせるべき。この犬を救助することに不満はなかったと思うが、愚かで無責任な飼い主は反省すべきですね。という風に、救助体制やパチュリーを批判するコメントもかなりあったわ。まあそういう意見も出てくるよな。実はこのロッキーの事案以前にも、犬の遭難事故が起きていて、2020年7月にはスカーフェルパイクで体重 55kg のセントバーナードが疲労で動けなくなって救助されたり、2022年8月にはスコットランド最高峰のベン・ネビス山で体重 35kg の悪馬種が肉球を痛めて下山できなくなり、救助要請をしたことがあったみたいね。日本では登山時の犬の遭難なんて聞いたことないけれど、イギリスだと結構起きてるんだな。それだけ犬と一緒に登山するという文化が根付いているということかもね。今回の事故、まさかの犬が動けなくなるというものだったけど、無事に救助されてよかった。今後は、パチュリー・ロッキーともに無理のない範囲で登山ハイキングを楽しんでほしいものだな。今回の事故では、スカーフェルパイクに登ったパチュリーの愛犬ロッキーが疲労と怪我で動けなくなった結果、救助要請し、救助隊により、無事に麓まで送り届けられました。日本で犬と一緒に登山することの可否について、環境省のホームページには、罰則の対象にはなりませんが、地域のマナーは尊重してください。と記載されていました。国立国定公園の山岳部などでは、他の公園利用者や野生動物への配慮からペットの持ち込みの自粛を要請している地域もあるそうですから、こういうルールは守らなければいけませんね。また、鋭い岩場や砂利がある登山道では、今回の事故のように負傷してしまう可能性もあるので、登る山をしっかり選定することや、場合によっては靴を履かせるなどの対応も必要かもしれません。大切な家族であるワンちゃんが山を楽しめて、無事に下山できるよう、飼い主の方は責任を持って安全第一でお願いしたいですね。
最後に、あなたは、この事故について何か思うことはありますか？ぜひ、コメント欄で考えご意見を教えていただけると参考になります。ご視聴、ありがとうございました。